覚えたいですか？簡単で、はい、なおかつ、はい、すぐできるような可愛い編み込みが自分でできるようになりたい。自分でできるように。じゃあ、一番簡単な編み込みを教えますので、はいはい、まず一番簡単な編み込みはまず本数を、取らない編み込みで、誰でもできる素人でもできるフィッシュボンっていう編み込みがあるんですけど、一応その一つにこっち側を全部フィッシュボンに編むと長い髪の人がそのまんまできるんですけど、今ちょっと教えるのに自分でできるっていうと横の方が手が届くんでちょっとやってもらいますね。まず端っこの毛を1個取ります、はい、あ、これちょっと今バングが端っこの毛を1個取ってでこっちも端っこの毛を取ります、はいね、でクロスします。そしたらこの上に今右が上にいるんでこれを左から左を上にするときに上にした指でクロスしてる真ん中を押さえます。そして今度この右の端を上にして右を上にしたときにこの右の手の指で押さえます。そしたら左で外側を持ってきて左で押さえます。でこれをずっとやってると2回しか髪の毛は動かないのに形にそれでなるんですね。すごい。それをちょっと今自分で多分ね一番簡単な難しそういやこれが一番簡単なの。右と左クロスするだけだからちょっと前バングは外してで一応で出るのはここからスタートはここからですね。ここちょっとやってみます。まずこれをこれとこれを真ん中に持ってくるでしょ。そしたら次に逆の左を持ってきてまずここがクロスですね。そしたらそうそれで正解。そしたら次にこっちの毛をこれでかぶせるんです。かぶせた時に自分の指で押す。そしたら今度ここをそっち側の端を取って外側の端を取って上にやった時にその自分の指でクロス地点を押さえる。そうで同じく逆の端を取ってそう上に押さえて自分の指を交換して外側から中じゃなくて外側から取って上にクロスしてそこで押さえるね。ってことは今こんでちょっと手離して大丈夫ですよ。でこれで今自分でこっちゃんがやったのがすでにもうここで覚えたんでこれを間違えた外で全部この外なんだけど一回ここで三つ編みみたいに3つになるんですよ、うん、出てる毛束が一回三つ編みみたいになるんだけど実は三つ編みに編んでるんではなくて外の毛だけを編んでてこういう風になってるわけですね、うん、でこれを自分で外の毛を編んでクロスして上外の毛を編んでクロスして上っていってくるとずっとここにこういう編み目が出るんですね。すごい、うん、でもこれ今3分の1は自分でやったわけだよね。おー。でここによく痛くないゴムみたいなのを留めてでこっからぐるんって上げてこういう感じにしたりとか、うん、それからおしゃれ、うん、それが今ね3分の1は自分で編んだのをこうやってグッて僕がグッてやってもしこれにピニングをしたらどうなるかっていうとちょっともうこれピン1本留めただけでこういうふうになる。そうするとこれだけでも一つの形になるし。すごい。他にはどんな編み込みがやってみたいですか？定番の編み込みこの前髪とかを全部こう編み込んでこう巻いてるみたいな髪型やってみたいんですけどこういう編み込みもできないんでまずここが短い人は僕らもよくお客様にやるのは、はい、今覚えてもらったのありますよね。それをここに作る前に、はい、ここをこうやってねじっちゃうんですね。はい、でねじってピンを1個止めちゃって、でここをねじったのを後でこっちに今のを作った時ここに入れとけばいいんです。ああ、そうするとこの上にそうかぶっちゃうわけで、こっちの毛はもう引っ張っちゃってもよくて、でこれだけの距離のところに理屈だけ言うとこことここをこうやってクロスして、そうで今やったやつをやるんだけど、そしてここに出てきた時にこうやってちょっと引っ張ってあげて前髪、これでバングがなくなる。ちょっとできるかどうかがわからないんで一回ちょっとじゃあやってみてください。ここの端とここの端をクロスさせる。端とそう、端合ってるね。だとこっちの端ね、こっちあ一番上からこっちの端、そうやりにくかったらちょっとこうねじりねじりやるといい。そうでこうやってねじった時にその取った押さえますでも今押さえる指逆だったんだな。本当ですか。押さえる指がそう、そっちでそっちの指が押さえといて、こっちの空いた手のところでこの外端を持ってきて、でクロスさしてかぶせる。で持ち替える。また端から持ってくる。端から持ってくる。そう持ってくる。持ち替える。あれ全部取っちゃった。まあでも理屈としてはそう。で今ちょっと手外していいですよ。で理屈だけは分かったと思うんですね。でただここで注意点が、両端から持ってきた残りありますね。残りは誰でもできる三つ編みでいいです。はい、余ってる毛はこういうふうに三つ編みします。そしたらばこれも普通に三つ編みですね。でよくここだけ少なくなったとかここだけ多くなったって時は均等になるように三つ編みを直します、はい、で同じぐらいの毛束になって4つぐらい編んだ時に上だけ引っ張ります。こうやってでこの時引っ張る時の法則は3回数えて123って3つ分類ぐらいします。でこれも1つ2つ3つぐらい引き出します。で一応理屈としては123にする時に1が一番大きくしときます。123で3がちょっと小さいで、これをずらしてさっきのバング作ったとこをかぶしちゃいます。そしたらあとはもうこうやってここにねじって引っ張って止めちゃって、で後ろでピンで止めるとそうするとバングなしの頭になるわけですね。すごい今自分でやったわけですよやったといえばね。で次に今のを応用してここに自分で三つ編み作ることができますか。はい。普通に三つ編み。はい。